1890年頃の紅葉館。中野良随、東京名所図より、紅葉館は、明治、大正、昭和期に、東京の芝福芝公園20号地に存在した、開園制の高級料亭。1881年2月15日に、300名限定の開園制料亭として設立され、合商、中澤玄吉等が社長を務めた。1890年に、 六名官がわずか七年で消滅した後は、条約改正を睨んだ、外国人接待の場、政治家、実業家、文人、家族、軍人の社交場として使われ、東京名所税や東京名所会にも収録された。近くに水行者があったため、海軍関係者が頻繁に利用していた。創業者が没した後衰退したが、社長となった中沢銀行の中沢は、 箱根島の沢で人気宿を経営していた長谷川滝に運営を任せた。1945年3月10日の東京大空襲で消失し、64年の歴史に終止符を打った。4600坪に達した広大な敷地は日本電波島株式会社に売却され、跡地には東京タワーが建っている。紅葉館、明治14年に芝の紅葉山に開業した。 純和風の会員制高級料亭。紅葉の装飾を施した豪華な内装の和風建築と紅葉をあしらった着物姿の美人女中たちの接待が評判だった。文子や政治家たちがサロンとして頻繁に利用していた。東京大空襲で消失。現在跡地には東京タワーが建っている。紅葉の葉の絵あり。芝山内にて著名なる。 紅葉館は、東京名物の数やと、記載あり。清水製風町、東京名物百人一首明治40年8月、紅葉館より抜粋。ありがとうございます。